えとですね、僕が心霊スポットによく連れてってもらってた大学時代にあの先輩2人がいて江野、まあ、さんとシンさんっていうんですけどその人たちに僕が出会う前に <coughs> 彼らが体験したことですで彼らはもうその日も車を出して、まあ、違う友達1人連れて心霊スポット回ってたで僕らいっつも夜通し回り続けるんですよでその時も夜通しこう八王子周辺を回ったそうなんですね でまあ、特になんもなくて朝方になって帰ろうぜっていうことになってで運転手は江野さんでシンさんこう助手席でシート倒してたんですってでいきなりシンさんがシートからバッと立ち上がって江野ちゃん今さ今擦れ違った車見た擦れ違った車あしシンさん飛び起きる直前一度ですれ違ってた確か車種ピンクのビッツだったような まあ、一個妙なとこがあると言えば、まあ、ヘッドライト片方しか付いてなかったかな。ビッツそう、それ。ライト片方しか付いてなかったよな。いや、そんなことよりさ。誰も車乗ってなかったぞ。審査が見たのは、こっちのライトに照らされた、運転席にすら誰も座ってない車内だった。それでびっくりして羽根起きた。いや、嘘だろ、そんなの。 そう思ったんですけど、シンさんの興奮ぶりを見ると、嘘とは江野さんには思えなかった。そんな話してると、脇道から自分らの後ろについた車があった。固めのピンクのビッツ。さっきすれ違った車。バックミラー見ると、運転席にやっぱり誰も座ってない。一気にアクセルを振り込んだんですが、まるで見えない糸かなんかで繋がってるかのように、距離が一切縮まらない。 一気にスピード落としてもぴったりとくっついてスピード落とす離れてくれない離れてくれってどうすんだよこれどこまでついてくんだよって知らねえよって目の前にコンビニの看板が見えたからそのままウインカーすぐに跳ね上げて駐車場の乗り込んだピッツは自分ら無視するようにそのままそこで直進してなんとか振り切るように見えたおいなんだよ今のわかんねえよなんなんだよ落ち着きを取り戻して道を急ぐ 自分たちの家の近くの T 字路に差し掛かったとこ信号待ちをする自分たちの前 T 字のこの縦の線の方向からすごいスピードで突っ込んでくるなんかがあったピンクのビッツライトを片方しかついてない車内に誰もいないそれを勢いよバーッと飛び出してきて目の前に電柱があるんですおぶつかんぞあれもうノーブレーキとかビッツが衝突したもうぐしゃぐしゃぐしゃ て一瞬で車潰れてく不思議だったのは全く何の音もしないその証拠か近くを歩いてる人がぶつかったビッツの残骸の隣を平然と歩いてるぶつかっとき見向きもしなかったな俺たちにしかこれ見えてないんじゃねえの 逃げるようにその場を立ち去ってそうです、えー、固めの車という話です